遅くまで残って大変だね。ご苦労さん。ん？いいんだよ。校長だからって気を使われるよりは、親しくされた方が私も嬉しいからね。はい、さようなら。ああ、確か2-3の岸井美香君と1-6の香原有沙君だったね。担任の先生から聞いているよ。いい生徒さんたちだって。大切な時期ですから気をつけて帰りなさい。
ちゃん誰？イカお姉ちゃんでしょ？ここからよく見えるよ。もうじき会えるから心配しないで。死ぬのかな。住みようの次はお姉ちゃんかもしれない。誰が死ぬのかな。ただいま出かけております。ご用のある方はピーという発信。何この女。何やってんだよこんなところで。興味本位で見に来てるのよ。何でも飛びつくバカな世代だから。おとなしくプリクラでもやってろよ。ジャンク雑誌めくって社会のダニになって、それでしか存在を立証できない情けない群れだから仕方がないって。どうする、やっちまうか。それもいいかもね。あなたさ、バカ。ここ他に誰かいる？臭いよ、こういう女って。俺やるぜ。いいだろうな。ヒロシさ、こんなの好みなのか。俺はいいよ、遠慮しとくから。まだ時間早いよ。それにリルにバレたら厄介だよ。またリルかよ。なんでいちいちリルの顔色を見るわけ。関係ないだろう。ヒロシ、ちょっとやばいよ。最近のあんた、向こう側に惹かれてない？やめろよ、ルカマさん。この女も話聞いてるんだぞ。言動を考えろって。そっか、ごめん。ねえ、メスガキは消えて。私たちのコミューンに入らないで。これは忠告だ。よそにはわからないここのルールがある。他者が入り込むことはできない。お姉さん、わかった？
何にも分かってないよ、メスガキ。統制されたバナのよ、ここは。ルカ、もうやめとけって。お姉さん、変な行動は慎んだ方がいいよ、本当に。俺たちじゃなくても。知らねえよ、俺は。あんたに何するか責任持てないからよ。ヒロシ、ふざけるなよ、まだ言うの？あんた次行く？ねえ。やめろ、その辺にしとけよ。じゃあお姉さん、頼むよ。まだこんなところにいるのか？それとも俺にうずくのか？やっちゃうよね。あ、まあ今の冗談だけどさ、これからどっか行かない？それはそうだね。俺も忙しいしさ。知らねえよ、何も。知るわけないだろ。俺がか？ふざけるなって。いい加減にしねえと。あ、くそ、いちいち許せんだよ。そんなんじゃないよ。あの女には誰も逆らえないから。だから、俺にもわからないよ、いつからこうなったのか。幼い頃からだったような気もするけど、よくは。俺はもう何も言わないよ、それ以上は何も。それじゃなくても次は俺かも。嫌だ、俺は嫌だ。
死んだの。昨日、匠が死んだの。違う、匠は嫌いだった。ナナの体触ってきたから。次はナナの番。次はナナがダイブするの。今日その日なの。シートーの803号室。あなた、助けてくれるの？早く来てくれないと、リルが迎えに来ちゃう。友稼ぎだから、誰もいない。わかった。本当に来てね。うん。またお会いしましたね。どうします？早速記録しましょうか。わかりました。どうぞ、素敵な旅をお祈りしています。本当に助けに来てくれたの？よかった、本当に来てくれて。これで安心して。どうして？やだよ、やだよ、やー！
やっちゃうって言ったよな。二人か、こりゃいい。黒、そそるね。まだうろうろしているの？ナナが？リルのやつ、なんでナナを？俺だってナナを守りたいよ。だけどさ、リルには逆らえないんだよ。誰も知らないんだ。だけど、A 棟からよく出てくるって噂は聞いたことあるよ。あそこに行けば。わかってる。
お久しぶり、姉さん。元気にしているみたいで安心したわ。偽善者ぶりもなかなかみたいだし。気づいていないみたいね。彼と一緒よ。やっぱり分かってるんじゃないの。さすがね。私じゃないわよ。そちらの波紋に感知しただけ。核はそっちにあるのよ。私は中立よ、昔から。姉さんこそ役割が違うんじゃないの。だから偽善だって言ってるの。弱い者が汚染をするの？破壊をするの？認めないよ、私は。見ているわよ、今も。こっちを見ている。この人がゆかりさん。噂には聞いていたけど、ほんと単純な人ね。笑わせないで。あなた程度に若い子扱いされたくないわ。バカな姉が選ぶ人だけあって意味のない存在だこと。ゆかりさん？あなた邪魔よ！チャンスをあげたのよ。あとはゆかりさん次第。楽しく見させてもらうわ。またお会いしましたね。どうします？早速記録しましょうか。わかりました。どうぞ、素敵な旅をお祈りしています。
誰？何？帰って！私は関係ないから！リルとは無関係！私は何もしてないから、匠のことも知らない！だから知らない！何も知らないし、関係ないんだもん！あったの、一度だけ。エレベーターにたまたま乗って、その時一緒になって、下に降りた時だから、リルが何階から乗ったのかは知らない。怖い、怖かった。それしか言えない。何ですか？はい、何でしょう？は？だから、何なんですか？知りません。あまり話したことないから。遊びに来てって言われたことあるけど。さあ、なんか夜景が一番綺麗に見えるとかなんとか、角部屋だから窓が多くて視界がいいって。それしか知りません。いいですか？夕飯の支度してるんで。
誰なの？うちは勧誘お断りなんだ。はい。え？どうして俺なの？わかった。すぐ行くよ。どちら様でしょう。どんなご用件ですか。え、誰に聞いたんですか。タケル？あいつですか。わかりました。僕の知っている限りのことは教えます。リルの居場所は。勘でわかりますよ。リルはなかなか姿を見せません。奥に引っ込んでいるんです。この団地の一番奥、ここの最上階の奥の部屋、景色が一番広がって綺麗な夜景が見える10階の10号室。
念でした。トラップに引っかかるバカがいるんだ。ここには誰もいません。私は誰ですか？騙されちゃダメだよ。ここの子たち、みんな嘘つきだから。全部反対のことしか言わないから。騙されないでね、ミカちゃん。どうぞ入って。何もしないよ。遠慮しないでどうぞ。
近寄らないで。みんなが見ている。もうダメなの。ナナ死ぬしかないの。わからないのよ。あんたたちなんかにわからないの。もう遅い。さっきの人も助けてくれなかった。みんな嘘ばっかりだよ。アリサって言ってた。部屋に隠れていれば後で助けに来るって。でも騙された。部屋にリルが来た時アリサの声がしたから、それでドア開けたらリルたちがいて。今も見ているよ。どこにいてもナナのことを見張っている。もういいの。ナナは安らぎが欲しい。だからもう終わりにして、ナナをほっといて。でも誰もナナのこと見てくれない。じゃあどこにいるの。どうすれば優しくされるの。ナナのこと見てくれる人いなかったらどうするの。最初からさらけ出して、それで誰も相手にしてくれなかったらどうにもならないよ。傷つくだけで。ナナにそんなことできるの？ナナにはできないよ。ナナ、頑張れるかな？そう、目の前にいるでしょ。
逃げも隠れもしないよ。回りくどいのは嫌いだから全部説明してあげる。連続ダイブのことでしょ？私はただのシンボルに過ぎない。そう、シンボル。私が何かを指揮しているんじゃないの。ここの団地に広がるパルス。独特の周波数みたいなパルスを感知している。ここの団地はほとんどが友稼ぎの家。小さい子は家でテレビを見ているか託児所に預けられ、小学生はどこかに固まってゲームをしている。高校生は遅くまで帰らない。この時間、生活が遮断された時間にここにいるのは私たちの世代だけ。そう思うでしょ？でもこの空間は核化が加速しやすいの。同じ建物に住んでも壁一つ向こうは違う世界。特に人の行動時間に制限が生まれて行動が整理されれば、人の気配は減少する。それぞれの時間が分断されて、世界も空間も分断される。どうだった？この団地を歩いてみて。人が少ないでしょ。考えてみて。あなたたちの世代もここに住んでいるわ。でも今の時間は誰一人いない。ここに戻るのは深夜になる。そして場所場所で固まる。もしそこに誰か近づこうものなら、あなたたちは威嚇するでしょ。同じ様式で同じ細胞を共有して醜い集体を晒している。集団で固まって、それを力にして疑似化された権力を誇示するの。そんな深夜の場所に好き好んで行く人がいると思う？深夜の団地はあなたたちのものなの。朝はそれぞれの時間、昼間は主婦と子供たちの時間、夜はあなたたちの時間。私たちに与えられた時間は月が見え始める隙間の時間。序列が決まっているの。この団地ができてから20年近く経つ。その間に作り上げられてきた生態系。年を重ねて時間を確保していく。世代ごとに時間も空間も変わっていくのよ。ここの小学生、みんな時間を与えられてないの。団地の空間を使うことを認められてない。だから塔の中のどこかの部屋に集まって、そこでゲームをしている。小さな村を作って、そこにはそこの掟もある。だから私たちの世代は改革するの。あなたたちのような世代を踏襲しないように、新しい時間と空間を取り戻すの。みんなあなたたちのようになりたくない。ここの団地の歴史を塗り替えるようにと立ち上がったの。その反抗がダイブなのよ。だから私は何もしてない。信じてもらえる？信じてくれないの？ここまで説明しても。理由はあるのよ、別に。自発的なものなの。
誰かが命令したわけじゃなく、パルスが人を選んで呼びかけてダイブに導く。警告が届けばいい、元凶に届けばいい。ここの時間と空間を作った元凶に。誰もいない家に入って、真っ暗な部屋に一人だけ。だからみんな安らぎが足りてない。幸せに温かみに飢えている。それを取り戻せば自然になくなる。誰にもできない。でも私たちにならできるっていう、その思いがパルスなの。そのためなら犠牲はやむを得ない。そんな単純な問題じゃない。蓄積された感情は止められない。でもあることはある。そう、私にしかできないこと。教えられない。私自身の問題になるから、他者は関係ない。私のやり方で止めるの。あなたは口出しをしない。それでいいなら止めるけど。わかった。準備するからお茶でも飲んでて。最低の世代だね。あなたたちってどうやって生きていくの？そんなアイロニー並べて。それがクールなの？多分どこにも居場所なくなると思うよ。ダメだ。俺も自分で何かしようって、さっきミカって人に教えられて、それで。どのミカか知らないけどさ、行動しなきゃ始まらないって、ずしっときたよ。ナナさ、まだ気絶しているみたいで。
ミカさんだったよね。あなたには本当に感謝するわ。こういうきっかけを作ってくれないと、私たちは何もできない。誰もが犠牲によって解決するなんて思ってない。思想という防具をまとったところで、実際はただの子供。弱くて、脆くて、何もできない弱者なの。私がシンボルからサブスタンスになれる瞬間、私のリアルを取り戻すの。ありがとう、ミカさん。私の家で寝てる。心配ないよ。止めないでね、お願いだから。これで全部終わるから。みんなを助けることができるから。
だからって何もしないで快楽を貪るなんてこと私たちにはできない。だからどんな手段使っても主張しなきゃいけないの。だからダイブする。みんな継続的な重い恐怖より一瞬だけの解放の意味を持った恐怖を選べる。ダイブすれば一瞬の時間が意味を持つでしょ。だからダイブして。死んだ人と会ったの？意味がないんなら私が意味を持たせるよ。ミカさんと約束したの、私が終わりにするって。だから私に任せて。私が死ぬことでダイブがなくなれば。あっちの世界は冷たくて、とっても怖いところなの。最初だけ、暖かいのは。みんな元の世界を恋しくなる。怖いんだよ。とっても怖いところ。あなた何者なの？あの子供と一緒。天使なんだね、きっと。私のこと迎えに来たんだ。ありがとう。こんなに心配してもらったことってなかった。生まれて初めて。生きていてよかった。でも遅かった。
あの子の父親よ。物分かり悪いわね。リルの話を聞いたでしょ。ここの団地の磁場が起こしたいたずらなのよ。リルの父親がリルの代償となって命を捧げたのよ。だから姉さんは甘いのよ。自分たちの力過信してるんじゃなくて、人の意志の集結でも十分ことを転じることはできる。意外に強い生き物なのよ、人間は。傍観してるだけよ。いいでしょ、それぐらいは。見ているだけじゃつまらないから。他に理由なんてないわよ。結果的には正解なんだから、怒らなくたっていいんじゃない？もう怖くないわよ。昔と一緒にされても困るし。姉さん、私を消しても彼は抑えられない。さっき頼んだよな。どうしてしつこくつきまとうの？買いかぶるなよ、そんなことで。何も言えないよ、俺は。怖い。怖いよ、確かに。これから先のこと、大きさに取り込まれる自分が。群れるって言うんだろ？それができないんだよ。俺たちの学年、いや、世代っていうのかな。あんたたちの逃避を見ているからこそ。
そりゃ関係するだろう。常に先を歩いているんだ。俺たちより年が上の人たちは全て先に通過しているだろう。影響するだろう。歩いた道荒らされれば後に続く者がそれを直す。しっかり話を聞けよ。だから関係するなって言ってるんだよ。誰にも迷惑かけずにこっちだけで解決しているんだ。あんたが聞いたから答えただけだ。こっちは誰にも弁解も言い訳もしていない。自立して答えを探しているだけなんだ。団地の人間にしかわからないよ。ここにしかわからないことはある。窓の明かりを見ればわかるよ。喋れることは喋ったよ。少しサービスしすぎたけど。なんでついてきたの？早く消えないと。わからないなら黙って言うことを聞いてよ。ここにはここのルールがあるって。説明してわかるの？ボーダーラインがあるのよ。大事な境目が。目に見えないもの。私たちの世代が背負っている次の順番。誰かたちの尻拭いをして、自立をして。あんたたちがそうだから！こっちは次を考えるの。もう何もしてくれない。だからリルは動いたのよ。リルには会わない方がいい。あの人は希望なのよ。私たちの希望。そういうことだ。もう二度と近寄らないでくれ。近寄らないでってさっき言ったよな。どうして？なんでついてきたの？さっきの話聞いてなかった？こういう女って許せない。迷惑なのよ、私たちにとって。そっちの存在そのものが。
何にも分かってない、何にも分かってない。
まだうろうろしているの。A 棟からよく出てくるって噂は聞いたことあるよ。あそこに行けば。俺だってリルのやり方が全ていいと思っているわけじゃない。話せることと話せないことがある。タブーだよお姉さん、そういう質問は墓穴掘るでしょ。ナナ？どうしてナナのこと知ってるんだ？助けって、ナナに何かあったのか？ティルのやつ、どうしてナナを？あんたはリルを知らないから勝手に言えるんだろ。逆らえないんだよ、リルには。分かってる、分かってるよ。見張られているの。ナナの番だから、これが役割だから、もう逃げられない。
からそう言うんだよ。リルたちのこと知らないからそう言えるんだよ。嘘ばっかりだ。みんな嘘ばっかり。だからリルは改革を起こすとかめちゃくちゃなこと言い出すんだよ。大人がいい加減なことばっかり言うから。リルの言ってることは正しいよ。やっぱり言うこと聞かなくちゃ。さっきの人も嘘ついた。ナナのこと助けてくれなかった。嘘ってわかるもん。アリサってあなたの友達でしょ。一緒だよみんな。騙したの。ナナのこと騙して、それで。アリサって人の声がして、そしたら。絶対そうだよ。アリサって言ってた。いなかったけど、でも絶対にそうだった。自分の意志って、ナナは騙されたんだよ。ナナは悪くないでしょ。もうやだ。もう決めたことなの。ナナは安らぎが欲しかっただけなのに、誰も。もう終わりにする。ナナのことはほっといて。寂しいよ。そんな言い方しなくたって。ナナはこれから死ぬんだよ。心配してくれないの？そう、わかった。少し疲れた。お茶でも飲む？そう、ならお願いするわ。できるならいいけど。疲れた。お茶でも入れるけどどうする？信じてくれないから。
ムーンライトシンドローム。